じゃあ、この2回目。ですね、これから、今芝公園なんですけど、芝丸山古墳に、モテクちゃんと行きます。よし。なんか鳩だ。鳩お水飲んでるよ。美味しい？美味しいかな？あ、ダメ。邪魔しちゃうとダメだ。よしよしよし。じゃあ、行きましょう。今日は午前中雨降ってるんですよね。ちょっとね。よしよしよし。今から古墳に行きます。そこに東京タワー見えますよね。そこの本当真下です。ここはね、古墳なんですよね。5世紀ぐらいに作られた古墳らしいですね。あ、本当だ、古墳みたいな感じになってますよ。ちょっとこれ階段登ってみますね。あ、すごい。本当人工的になんか作られてます。よいしょ。なんかすごいですね。なんかこう城跡みたいな感じですね。なんか作りがお城っぽい。なんか前方後円墳みたいな感じかな。穴とかは、あるのかな。あ、すごい。これがね、古墳ですね。5世紀ぐらいに作られたって書いてあります。ああ、こんな感じだ。ああ、ちょっとなんか神社みたいになってる。あ、神社だわ。神社になってるね。あ、芝丸山古墳ですね。あ、すごい。これ東京のど真ん中にですね、こんな古墳が、おいで、行って気をつけてください。これいつもこけんだな俺。芝丸山古墳ってほらあるんですよ。これ古墳っていうと普通ね、穴があるんだけど、そういうわけじゃないんだ。これはなんか稲荷だね。あ、ここでちょっと礼をしますかね。一礼で。はい、よいしょ。はいよ、俺。あ、じゃあちょっと稲荷入ってみましょうか。古墳に稲荷がある。あいつ。よしよし。キツネがいます。こんな感じ。ああ。ちょっとお参りしますね。あれ、これお賽銭はいらないのか。そうですね。よし。よいしょ。はい、じゃあ持ってくちゃん。よし。はい。よし。はい。オッケー。よし。じゃあ行きましょう。じゃあ向こう側にもなんか古墳があるみたいなんで、ちょっと行ってみます。よいしょ。びっくりですよね。僕もね、いろいろ調べたんですけど、ここに古墳があるなんて知らなかったですからね。ね。この上がどうなってんだろうね。よいしょ。あ、なんかこの階段、安土城も思い出す。ね、安土城もすごい。よいしょ。はい。今、一番上来たんだけど、あれ？これなんだ？これ銅像。なんだろうね、この銅像。よいしょ。トラかな？パンサー？パンサーじゃないかな？なんだろうね。なんだろう。ということで、これが芝丸山古墳でした。はい。で、こんな感じですね。もうすぐそこは東京タワーなんで、目の前にあります。ということで、今回は芝、丸山古墳でした。ほんで、すぐ隣に、要は伊能忠敬、要は日本地図を作った人の、その観測したところがすぐ近くにあるんで、次回はそこに行きます。じゃあ今回終わりです、これで。またすぐ動画上げます。